某マスコミから北陸新幹線のことで1時間の取材を受けました。いつもの地下水や残土処理、まあ、そうした環境問題のこともそうですけども、経済問題っていうことについてもね、話をしてみたんですよ。皆さん、北陸新幹線が、まあ仮にですよ、京都負担1兆円だと。で、例えば京都府、京都市、それ沿線市町村合わせて年間300億、400億円負担しなければならないとなった時、その自治体のトータルの公共事業は3、400万円増えるんでしょうか。そんなことはないですよね。としますとですよ、皆さん、地下トンネルガーッと掘っている間、環境に与える負の影響のリスクに怯えながら、京都府民、京都市民はその地下トンネル工事にね、多くの地場の企業は関与できないはずですね。そして仕事も減るっていうことなんです。はい、これどう思います？交通安全標識表示業っていう、止まれっていうね、ああいう標識ですね、標識施工される専門業者がおられるんですけどね、改めて話しました。皆さん、公共事業費が増えて北陸新幹線の事業費になってるのちゃいますよと。だからこれね、多くのね、建設業関係の人の経済問題でもあるという、まあ、話をしておりました。まあもう一つ私が申し上げたのが、例えば愛地球博の時に、まあ地球を愛するとね、これからその環境と共生していくみたいなことをね、やろうとしている愛知万博のパビリオン建設でいろんな動物の生息地が失われてしまうっていう、そういうことが危機的な状況、そういう危機的な状況にあると、さらされるとなった時に、大きくパビリオン建設の計画が変わりましたよね。あれはやはりそれまでの万博っていうのは国威を示すというね、諸外国に対して、我が国はこんなすごいんだぞと、もうそれが開催国になればなおさらですけれども、まあ、そういうことを示すイベントであったものがですね、そうではないと。やはり地球規模の諸課題に応えていく、その課題解決の方法を示していくんだっていうふうなイベントに切り替わったと言われてるんですね。で、その時は環境への影響を最大限考慮して万博の開催の仕方、これを変えたわけですね。まあそこで本来は何を重んじてこの社会、いろんな事業を動かしていくのかっていう価値観が変わったはずなんですけれども、この北陸新幹線地下トンネル問題、全くまたそれを逆に戻すようなですね、そういう、まあ、暴挙ですと。はい、我々の社会のあり方、文明のあり方自体が問われていると思いますという文明論のようなところにまで踏み込んでみました。はい、それではですね、4日付京都新聞ニュースで北陸新幹線に関する西田氏インタビューが掲載されていました。その中で、地元負担が年間1000億円超になることから、償還年数を100年規模で考えれば単年度負担の軽減につながるとされています。しかし京都党大津議員によると、現行法では償還期間は年最長30年なので法改正が必要、また100年となれば、改修や車両更新で同額近い経費がかかるとのこと。ここらを理解していないなら無能な議員ですし、理解した上での発言なら無責任すぎます。100年にするなら法改正する覚悟なのでしょうか。てか、西田氏残土処理も含めて想定されうる問題点については、全てダメ出しをした上で詳細ルートを決定すべきだと我々は以前から言っていると発言されているが、一番ダメ出ししなくてはいけないのはご自身ではないのかというようなことでございます。さて、私もこの記事を解読いたしましたし、これはおっしゃる通りなんですね。私もずっとこの市長選挙からも言ってましたけれども、西田議員は事実を話しているふりして願望を話しているというね、いうことが非常に多いわけなんです。その一つが、初めはですね、地方負担はなしだ、なしで作るんだとおっしゃってたんです。はい、全額国費でやるべきだとおっしゃってました。はい、全然それ国のルールになっておりませんので、これ願望なんです。そしてこれがダメだったと、申し訳ない、しかし地方京都の負担は1兆円程度ですというようなことではなくて、何の釈明もなく手のひら返しで京都負担1兆円とおっしゃったのが、去年の年末かだったと思います。それは私は京都市長選挙でも取り上げたわけなんですね。で、その時から確かにね、新幹線というのは100年使えるインフラだから
30年で支払わなくていいんだと、100年かけて払えばいいんだよというような100年債発行したらいいんだと、まあ、いうことなんですけれども、そんなルールもありませんのでできませんということです。先日私のフェイスブックに三重県の先輩がですね、二之さんまたね西田さんが100年償還ルールっていうことを言って、そして国の方でソース感食らってたみたいだよっていうね、という書き込みを、くれておりました。そうなんです。だから国会の空気としてはそんなことありえないでしょと、なぜいやこういうことなぜそのじゃあそれ京都大阪に新幹線伸びるもっともっと前のタイミングで言わないんだと、まあ、それを今のタイミングで言うと、それこそまあ我田引鉄って言いますかね、我田引鉄のためにお金の使い方のルール変える、まあ、こんなことはその他の地域の国会議員から絶対に理解されませんので、はい、まあ、しかしそう思っておられるんですね。だけどその願望、これは願望なんですが、ルールはこうですということをお話しすることはなかなかありません。不利なことはお話になられません。地下ルートのこともほとんどおっしゃいません。ということで、全てダメ出しをした上でということで、まあこれはね、世間の皆さんが、オバマ京都地下ルートダメですよと、そんなことほとんどの人賛成してませんよということをどん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 ダメ出ししていこいただくことが重要だと思います。はい、それをまとめていく役割は私にあると思います。ちなみに先ほど申しました某マスコミからの取材、1時間の取材の中で聞きました。私たくさん取材されてるんでしょと、ところで今のルートこれでいいって言ってる方どなたがおられますか、京都大学の藤井聡先生だけですねっておっしゃってました。はい、西田昌司先生の盟友の藤井聡先生のみが現行ルートでよしと、はい、いうことなんです。だからほとんど支持されていない。でこれは怖いですね。先ほど政治は数は力だというね、政治は数だなっていう話また申しましたけれども、あとは政治は手続きだというところがあるんですよね。これですね、与党の PT で、その国が出した環境影響評価ね、これ一旦決めてるから、まあまあなんかルートを作ったらできるだろうっていうようなことでやっていく。でそれでこの与党の PT の議員もですね、もうわざわざ今から蒸し返して京都以外の議員が今のルートダメ、このルートダメだろうって話蒸し返して、それを白紙に戻すということはまあされないでしょうね。はい、国会議員といえども選挙区があって地元大事というか地元のことをしか関心ない人もたくさんおられますから、まあ、そうすると与党のその会議体の中でこの案で決まりましたと、そしてそういうその専門のプロジェクトチームで決まったことについてわざわざですね、より上部の意思決定機関でそれを覆すってことはほぼないわけです。ということは手続き上はきちっと通ってしまうということがあってですね、有権者の思いと乖離した考えが一部の権力者のこのご利用しでこの正規の手続きを経て決定され実行されてしまうということがあるので、絶対に阻止しなければならない。もう一つ私は取材で申しました。この問題も理屈政策論ではなかなか決着つかないんじゃないでしょうか。これは政局権力闘争でしか決着つかない問題ではないかということを申し上げました。西田昌司議員も2025年中の着工を目指すんだということをおっしゃっておりましたけれども、2025年の7月ですねだと思いますけれども、ここで参議院選挙があるわけですね。ここまでに向けて我が手柄だということで皆さんにアピールしたいと思うんですね。まあそういうスケジュールにピタシはまるわけです。まあここの選挙、この政局権力闘争がこのルートが着工するのかしないのかという、まあ、最後のタイミングじゃないかなというふうに思います。